ロシア5人組、ロシア5人組、ロシア5人組は、ミリー・バラキレフを中心として19世紀後半のロシアで民族主義的な芸術音楽の創造を施行した作曲家集団のこと。次の5人からなる。1860年代において指導者にあたるバラキレフは、ピアノの名手として知られた音楽家だったが、残りの4人はアマチュアだった。ロシア5人組は、 ロシア語では、モグルジャやクーチカという、直訳すると、強力な集団ぐらいの意味であるが、クーチカには二義的に、集まり、重なりの意味もある。1867年に、芸術評論家のウラディミル・スターソフによって、このように命名され、5人の共通理念は、反聖王、反プロフェッショナリズム、反アカデミズムを標榜することと定義された。 上記の1867年のスター祖父の文章の時点では、空地下はバラキレフをリーダーとする一団を指し、必ずしも5人とは限らなかった。バラキレフと関係する他の作曲家、例えばエグッサコフスキーやエヌロディジェンスキーらも含まれていただろう。5人であることを明言したのは、バラキレフがチャイコフスキーにロメオとジュリエットを叩える手紙、1870年の中で、 スター・ソフが5人でなく6人になったと言ったと書かれている。しかしチャイコフスキーは常に5人組とは距離を置いていた。5人組の発端は1856年のバラキレフと9位の出会いに遡る。翌1857年にムソルグスキーが参加し、1861年にリムスキー・コルサコフが、1862年にボロディンが参加した。 五人組に先立ってグリンカとダルモムイシスキーが民族的な性格を持った音楽の創造に立ち向かい、ロシア的な題材によって歌劇を作曲していたが、五人組はそのような音楽を発展させることに初めて集中した作曲家であった。バラキレフのグループの初期の主張に影響を与えた人物にはアレクサンドル・セローフがいる。 1856年にダルボム・イシスキーのオペラ、ルサルカが初演されると、この作品において、プーシキンのテクストと音楽が緊密な関係を保っていることを指摘し、好意的な批評をした。また、アントン・ルビンシテインが、ロシア音楽協会や、サンクト・ペテルブルク音楽院を立すると、それに対抗する、無料音楽学校の設立を推進した。セフよりもさらに影響があったのは、 空地下の名付け親であるスター祖父である。スター祖父は当時のロシアの芸術全般が西洋に比べてあまりにも貧しい状況を変えようと試み、ロシア人の生活を忠実に描写する写実主義を提唱した。音楽では兄弟音楽を重視した。またドイツ人が考案したものである音楽理論やアカデミーの権威を拒絶した。教会戦法が ロシアの民謡に見られることに注目し、ロシアの民話を題材にすることにも興味を持った。ロシア文化はアジアに根源があると考え、オリエンタリズムにも関心を持った。スターソフは五人組の具体的な作曲の題材をもしばしば提供した。スターソフは元セローフの親友だったが、1850年代末にセローフと仲違がいし、五人組は スターソフの側についた。5人組は、スターソフを、いわば芸術顧問として、また、ダルゴムイシスキーを、精神的長老として仰いだ。実際には、この5人は、スターソフが言うほど硬い結束を持っていたことはない。バラキレフは、ピアノの名手で専業の音楽家だったが、自分で作曲するよりも他人に作曲させて自分は、指導者になること好んだ。 ムソルグスキーがバラキレフに会った時はまだ19歳で、バラキレフに音楽理論を学んだ。極めて独創的で、また5人組のイデオロギーに最も忠実だった。ボロディンがバラキレフに会った時には29歳で、アマチュアとして多くの室内医学の作曲経験があり、すでに強い個性を持つ音楽家であった。5人組に加わってからは、公共曲や、 弦楽四重奏曲の作曲で活躍した。9位は早くからオペラの作曲を試みたが、その音楽は叙情性にあふれるが、ロシア的ではなく伝統的な語法にこだわって、没個性的だった。最年少のリムスキー・コルサコフは公共曲第1番で有名になり、公共詩、サトコやアンタールで優れた還弦楽法や半音階的な独自の語法を評価さた。 1870年前後には、9位のウィリアム・ラトクリフ、ボロディンの公共曲第1番、ムソルグスキーのボリス・ゴドゥノフ、リムスキー・コルサコフのプスコフの娘が上演され、5人組の活動は最高潮に達した。しかしその後は、グループは実質的に消滅する。中心人物であるバラキレフは、作曲や指揮の活動を長期にわたって止めてしまい、 他のメンバーに影響を与えた、公共詩、タマーラをはじめ、曲の多くは完成までに非常に長い時間を要した。ケイは1875年に、アンジェーロを発表するが、その後は、オペラの作曲を止めて、サロン向けの商品しか書かなくなる。ムソルグスキーは、ホバーン・シチナと、ソローチンチの詩をいずれも、未完成のまま1881年に没し、ボロリンは、 本職が多忙のために作曲が思うに任せず、1887年にイーゴリコを未完成のまま没する。残るリムスキー・コルサコフは1871年にペテルブルク音楽院の教授に就任してから独自の道を進んだ。五人組にかけていたアカデミックな訓練を自らに課し、1880年代に入るとベリャー F の支援のもとに、 リアードフやグラズノフラの門人らと独自の学派を形成したが、ベリアー F サークル、その方向性はアカデミズムに反対した5人組と、母はきりと異なるものになっていた。リムスキー・コルサコフの学派は弟子たちによって、ロシア革命以降のソ連の音楽にも強い影響を与えた。またリムスキー・コルサコフが、ボロギンやムソルグスキーの未完成作品の工程、保筆にず触っていたことから、 主要な、ペテルブルク系の作曲家は、この二人からも影響を受けている。ロシア五人組の影響は国外にも及び、ドビュッシーはムソルグスキーを、ラベルとフローラン・シュミットは、バラキレフを熱愛した。レスピーギはロシアで、リムスキー・コルサコフに直接支持している。国党を精神的指導者とする、フランス六人組は、党集団をもじって命名された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。